パスターズ Vlog その2、昨日と全く違う話題で、祝福っていうことについて、最近思うことがあったので、ちょっとお話ししてみます。祝福って聞いて皆さんどんな印象を持つでしょうか。キリスト教の祝福って何なんだと。よく商売がうまくいくとか、なんか受験に受かるとか、恋愛がうまくいくとか、そういうことがなんか祝福だっていうふうに、皆さん思うかもしれないですね。そういうの、現世利益とかっていう表現もできるでしょうか。聖書における祝福っていうのはすごくダイナミックなんですよね。旧約聖書でミスター祝福って言えるアブラハムっていう人いるんですけども、その人に対して神様はあなたを祝福するよっていう時に、あなたは祝福となりなさい、そういうふうに言ってるんですね。祝福となりなさい、祝福するよというよりもあなたそのものが祝福だよみたいな、もう丸ごと祝福っていう感じ、でそういう現世利益って言えるでしょうか。何か持ち物がどうとか暮らし向きがどうとかっていう、そういうことはじゃあキリスト教ないのかっつったらあるんですね。ただそういう現世利益がキリスト教の祝福なんじゃなくて、キリスト教における祝福、救いとも言ってみるかもしれない。キリスト教の救いがあると、もうその他のものも全部ついてくるっていう、そういうふうに言うことができるでしょう。一般的に祝福と思っているものは、後からついてくるもの、おまけでついてくるもの、もっと祝福というのは本質的なもの、大きいものなんだということができるでしょう。私もその祝福ってことをよく感じるんですけれども、その神様がいろんなことを満たしてくれるなっていう、それはよく感じます。いわゆる現世利益的なものはたくさんあります。以前の教会、17年働いてた教会があって、割と最初はですね、いろいろと物がないっていうかですね、いろいろ大変っていう、ご飯食べれるかな みたいな、牧師ってそういうとこあるんですよ。そういう経験もちょっとだけしたりしながらですけど、ずっとだんだんと満たされていく、守られていく、そういうところを通ったわけですね。でも、2年前にですね、その教会からまた別の今の教会に移るときに、また振り出しに戻るような、そういうことがありました。その時に、自慢のものとか宝物もいろいろあったんですけども、その頃にはそれを一回全部お返ししてというか、教会に置いて、来てっていうことをして、で今度はもうこんなにうまくいかないだろうなと、さすがにこういうふうに良いものには持てないだろうと、またお米が買えるかなっていうところから始めるんだなみたいな感じだったわけです。で、特にですね、椅子と 椅子とギター、これはもう手に入らんだろうと思いました。椅子はいい椅子をですね、最後に手に入れたんですよ。座り心地よくて、でギターもね、テイラーっていういいギターだったんですけど、それも置いてきたんですよね。でまたこの教会に来たんですけども、実はこの2年ちょっとの間にですね、いろんなものがですね、また全く新しく、またもっといいものをですね、今は手にしています。この椅子も、いい椅子がまた新しくなってきましたし、ギターも映ってますかね、テイラーのもっとグレードの高いやつが今はあります。不思議ですよね。でもそういった物質的なものよりも、もっと決断したのは人との別れですよね。素晴らしい、また大きく増えた神の家族っていうかね、教会のみんなとの別れっていうのは、引き裂かれるような思いの辛さがありました。しかし実際にこの映ってみるとですね、前のつながりは別になくなるわけじゃないんですね。ずっと離れていても心はつながっているし、さらに新しい家族が今できていて、そしてその人たちとの関わりも増え、深まっていることもまたすごい祝福だなということを感じています。こういうことはいつも経験するんですね。神様がそうしなさいと言われたことに従っていくと、結果はついてくる、困らない、満たされるっていうことはよくあります。聖書には、
こう書いてあるんですね、アブラハムの祝福、アブラハムに対して与えた祝福は今はあなたに与えられてますよと、あなたが祝福になるんですよ、それはイエス・キリストによって与えられるんだっていう、こういうガラテヤ書の3章14節というところに、それはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及び、私たちが信仰によって約束の御霊を受けるようになるためでした。これクリスチャンじゃない人が読んでもですね、何のことかなっていうことだと思うんですが、ざっくり言いますとですね、旧約聖書で書かれていた祝福っていうもの、特に一番祝福されたアブラハム、その人に対する祝福は今は異邦人、もう世界中の人に差し出されている。でそれはイエス・キリストによってそうなったんだと、イエス・キリストがそれを許してくれたんだ、そういう世界を開いてくれたんだっていうこと、でこれは十字架のことなんですね。キリストが十字架にかかって死んでくださった。ですから本来ならば神様の前でいろいろ罪の償いをしなくちゃいけない人間が、それは全部償いはキリストがしてくださって、それを信じる、愛を信じるだけで、今度は自分が神の子供アブラハムの祝福を受けると。でそれのでこの説にはですね、祝福とは何なのだ、救いの本質、祝福の本質は何なのかっていうことが書いています。それは約束の御霊を受ける。これまた、何のことってことですけれども、これは神、イエス・キリストと言ってもいいんですよ、同じことですから、イエス・キリストが私の中に住んでくれるということなんですね。ですからこの聖書の教える救い、聖書の教える祝福の本質っていうのは神が共にいるということです。でクリスチャンの人はですね、その神が共にいるっていうフレーズを何回も聖書の中で読むことになります。神は我らと共にいる、その恐れるのは私はあなたと共にいるとかですね、イエス・キリストはインマヌエル、神我らと共にありと言われるとか、父子聖霊の聖霊の働きはその助け主がいつまでもあなた方と共にいるためであるとか、もうね、神様の与える恵みは一言で言うと共にいるっていうことなんですね。ですから神様は一緒にいてくれる、神様が住んでくれている、なので今日も明日も祝福はついてくるわけです。もうこの世界を作った神様が共にいてくれるんですから、守ってくれて当然、与えてくださる当然、それが約束です。神様についていく、キリストの愛を信じて神様一番にしていきますって時にですね、全部は必ず満たされるということ、それが聖書の祝福です。でこういったことはですね、クリスチャンなら誰でも知っていることであるんですけれども、それに加えて最近思ったことがあって、それは創世記のヨセフの物語を読んでたんですけれども、ヨセフもですね、ミスター祝福っていう人なんですけれども、どこに行っても何をしててもですね、どんな目にあってもそこで神様からですね守られて全部うまくいくっていう人なんですよ。それを見ながらですね、なんか振り出しに戻ってもまた祝福される、どこに行っても満たされるっていうことあるよななんて思って読んでたんですが、その中で気づいたのが、ヨセフに与えられた祝福っていうのはヨセフ一人のためじゃなくって、ヨセフの家族、イスラエル民族がこのですね、カナンの地からエジプトに移って、そこで増え広がって、またカナンの地に帰っていくという旧約聖書の大きな壮大なストーリーの中のなくてはならない、そういうポイントなんですね。ですから何言いたいかと言いますと、ヨセフの祝福はヨセフのためじゃないんですね、もっと多くの人のためなんです。それと同じことをね、気づかされました。私は祝福されているとかですね、私は特別に愛されているとか、あるいは教会がですね、うちの教会は祝福されているとかっていう、いつもその時にですね、なんかこう違和感を感じてました。神様って、なんかこう私が祝福された、私はっていうことの、そういうことのために私たちを祝福するだろうか、どっかにですね、私は身に余る祝福を受けてるけど、なんかこうこれを私はっていうのがどうなのかと思ったんですが、このヨセフの物語を読んでいて、あ、そうじゃなくってですね、私の祝福は誰かのためなんだと、みんなのためなんだ、教会のためなんだ、そういうふうに思うとね、すごく腑に落ちたんですよ。祝福っていうのは自分のためだけではない、それでですね、あ、豊かに祝福されよう、そしてまたその祝福の中で、人々に対して良いものがもたらされることのために生きていこうと、これで納得、解決がついたということなので、
今日はその祝福について話させていただきました。あなたは祝福となりなさい。私たちは神様と出会い、キリストによって愛された愛があり、罪許されて、この中に神様の祝福があって、そしていっぱいなんか来てますけども祝福があって、そしてその祝福を運ぶ、その祝福を誰かに持っていく、そのために人生がある。これまた本当にまさに祝福の生き方だと思いました。はい、聞いてくださってありがとうございます。ボリューム3はまた多分全然違う話をすると思います。あなたの上にキリストの祝福ありますように。では。